ますが、これは福島ボールのフリーキックです。ここも休むことなく前から行く。ミスになる。変わった。飛びたのシュート。勝負を決定づける3点目。飛田、これが J リーグ初ゴール。途中交代の飛田が3点目。またしても福島のポゼッション、そのミスからのショートカウンターです。今シーズンセカンドチームから昇格した飛田、途中出場で嬉しい J リーグ初ゴールです。